答えとなった大喜利の回答は NFT 化、これがすごいことです、NFT 化して販売もしてみようというそういう企画があります。なんですか NFT っていうのがあります、なんか今ねそのな著作権をまあ買い取れるよみたいな感じのやつがあるんですね。はい、この結婚式なんか感動できない、どうして。いやこんなんじゃなくてあの NFT って何なんですか。もうええってもうええって払って言わはったけど、 NFT はもう説明したら時間かかんねん。何なんすか、分からへんねんこれ。この結婚式なんか感動できない、どうして。寝屋川より福島より高槻の略ですか。だから NFT や、NFT の説明は NFT や、嫌やねこの NFT とかって言われんの、よう分からへんから。ペンネームととみさんでいきます。わかりました、じゃあいきましょう。この結婚式なんか感動できない、どうして。陣内がピアノ弾いてる。いいですね、答え出ました。これは完全に答え出ましたね。答え出ましたよ。おじいちゃんだらけのパソコン教室から聞こえてきそうなことを教えてください。救急車。わかんやん。おじいちゃんだらけのパソコン教室から聞こえてきそうなことを教えてください。そうやねん。おじいちゃんだらけのパソコン教室から聞こえてきそうなことを教えてください。そうやねんて。ペンネームアジタマックスさんです。わかりました、ではお願いします。おじいちゃんだらけのパソコン教室から聞こえてきそうなことを教えてください。 NFT でなんじゃ。もうええっておい。